オリックス先発は吉田和真さん、9月15日台のマウンドです。里崎の引退試合ということで、今日は1番指名打者で里崎が入りました。2打席立って1打席目は見逃し三振、3球三振に倒れました。しかしロッテはその後2アウト2塁というチャンスを作って角中バット先当てただけでしたが、これがレフト前に落ちてくれてラッキーなタイムリーヒット。この後根本にもタイムリーヒットが出て2対0とリードします。さらに2回の裏にもう2打席目が回ってきました。2アウト2塁で回ってきました。プロ最終打席になったのは空振り三振。この後はコーチ、選手みんなと握手をして道にねぎらわれた里崎です。さあゲームの方はリードしているロッテ、早めに今日も変えてきた2番手マエストリが上がりますが、そのマエストリから角中が3回ツーランホームランを放します。4対0、このツーラン大きかったですね。いやかなり大きかったですよね。相手ももうこれ以上点を与えたくないという感じで早めに継投をやはりしてきましたが、一方でロッテ先発はまだ QVC で勝ちがないという枠井、ツーアウト満塁というピンチがあったんですが、ここはサードゴロ、一塁送球大峰翔太それて、この間に1点、サードのエラーで4対1と1点返されます。ただ後続は枠井が抑えました。そして6回です。枠井がワンアウト3塁という場面で原拓也がライト前タイムリーヒット。オリックスもなんとか4対2とリリーフをつないう間に2点差に詰め寄ってきました。岸田とか真原が投げてゼロを並べてきましたが、ただ9回の表最後ロッテは西野がヘルマンを三振に取ってゲームセット。見事里崎の引退試合を飾りました。そして涌井秀明の今季8勝目はようやく QVC マリンでの自身初勝利ということになりました。